はい、こんにちは、こんばんは、たかです。週末僕はもうドルは若干こう弱さを見ていたんですけども、ただ昨日ドル強かったんですよね。この強いドルというのが、トレンドを変えてしまったのか、まあ、それとも単なる調整なのかというところをまずは見ていくことにはなるかと思います。あとは円相場、この円に関しては先週からずっと弱いんですけどもね、ただまあ全体的に見ていくと円は安値圏、安値圏から円が買われるのかどうかも注目だったと思いますけども、このあたりを振り返ってみたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷え性を重ねています。ドル強かったですね。強かったということはドルは若干上値の差が出ているかなというところなんですけども、チャートの方を見ていくと上昇トレンド、まあ、確かにこう見ると上値が重いですね。ただまあ大きな流れ見ていくと上の流れがしっかり出ていますし、現在はこの辺りで調整局面を見ています。するとまあ昨日は上値が重かったわけですけども、流れとしてはまあ下から買っていく流れを見ていく方がいいのかなと、まあ、つまりドルの弱さをまだこう見ていくべき相場かなというふうにも思います。ということは、まあ、昨日に関してはあくまで調整の動きと考える方がいいのかなと、引き続き、買い場を探っていくということにはなってきそうですかね。この下のサポートがどこのあたりになってくるのかというのがまだこうはっきり見えてはいないので、まずは今はここがレンジ相場というのをイメージしてますからね、レンジの安値圏で買いが入ってくる場所というのを、今日はこう一生懸命探していくと、そんな一日になってくるかなというふうには考えています。今日はサポート探しからのスタートということになっておきそうですね。はい、変わりました。こちらがユーロ円、1時間足に冷え性を重ねています。まあ、円が弱いですね。円がまあ先週の安値割り込んでしまいました。直近の安値を割り込んでるわけではないんですけども、まあ、安値割れということになってきますから、まあ、円安トレンドはしっかり追っていくということになってきそう。まあ、円が弱いということですからね、まあ、クロス円は当然こう上の流れが出てくるわけですけども、全体的にクロス円というのが前回、介入が疑われているような場所、そのあたりに今は到達しているんですね。こちらユーロ円になりますけども、ユーロ円もこのあたり高値、ここの高値というのが、まあ、前回こう介入がね、疑われている場所になりますけども、ここにもうすでに到達してるんですよね。まあ、介入のあるなしに関しては、まあ、ドル円がベースになってくるかと思いますから、クロス円というのはまあ関係ないといえば関係ないんですけどね。ただまあ心理的には抵抗になっている場所だと思うんですけども、今回まあ抜けてきてるんですね。まあ、抜けてきたら上昇トレンドはしっかり見ていくことになるかと思います。前回もこのあたりのレートというのは一瞬ではありますけども、つけてはいるんですけどもね、ただまあ滞在時間もほとんどないということで、出来高も少ないような状況、一方で今回に関してはもうしっかり抜けてきてますから、まあ、こうなってくると今日も高値更新は見たくなりますね。上昇トレンドというのをしっかり追っていくことにはなりそうです。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に冷え性を重ねています。このポンドがすごく言いながら出てきましたかね。まあ、リセッションになんかも影響したんですかね。ポンドに関しては若干こう上値が重い展開というのがしばらく続いていたんですけども、まあ、少し前から完全にまあトレンド転換がもう見えてるかなというふうに思いますね。チャートの方を見ていくと上昇トレンドもしっかり出ていますし、もう高値も明確に抜けてますね。このあたりで一旦足場を組んでいるような、まあ、そういった状況もありましたけども、まあ、昨日のドルというのはそんなに弱くなかったんですけどもね。ただそれ以上にこのポンドが強かった、その結果まあ高値を抜けてきたという動きになっています。まあ、本当すごくいいチャートだと思いますね。ドルストの中でこうロングを狙っていくにはもう一番いい動きをしていると思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。ここら辺りがまあ日足の調整レンジと見てもらってもいいのかなと思うんですね。少し抜けたところでまたしばらく出ますから、まあ、少しこうレンジの幅を広げてね、こんな感じで見てもいいかと思いますけども、どちらにしても今日も見ていきたいのはまあ高値更新と会話を探るということになってきそうで、まあ、レンジを見てしまったらレンジの下に引きつけて、まあ、ロングというのが教科書的な話にはなってくるかと思うんですけども、まあ、ポンドに関しては相当こういい強さがありますからね、まあ、あまり深い押しを考えなくても、一旦この高値のこの小さな足場ですね、こういった小さなレンジ相場、こういったのを基準に買い場を一旦見ても面白いかもですね。まあ、当然こういったサポート明確に割り込んでしまったら、レンジの下まで売りが入ってしまうというのはこれも全然あり得る話じゃなりますんでね、この高値で買ったロングをここまで引っ張っていいのかどうかというのは、これはもう意見が分かれるところだと思います。まあ、一回こう切ってもいいと思うんですけどね。ただ強い流れが出てくるんなら高値圏からもブレイクはしてきますんでね、まあ、ポンドドルは今はすごくいいチャートになっているかと思いますね。積極的に買い場を僕は探っていこうかなとは思います。はい、変わりまして、こちらがポンド円、1時間足に冷え性を重ねています。こちらもいいですね。上昇トレンドが出ていますけども、ただクロス円ということでこの波の幅がかなり大きいんですよね。サイズ感がすごく大きい。
そんな中でこれ直近の高値、僕はもう抜けつつあるんではないかなと。まあ当然ヒゲ先を見ていけばまだなわけですけども、このあたりはまあ介入もね、疑われていた場所で、滞在時間もすごく短いんですよね。まあつまり出来高が、あまりなかった場所になります。一方で昨日に関してはもう大半がまあこのあたりで値が動いていましたから、それなりにこう出来高もある状況で、まあ、つまりはしっかりブレイクしてきたんじゃないかなということをですね、ブレイクしてきたんであれば、まあ、当然これはもうトレンドが出てきますから、今日も高値更新はしっかり見ていくことにもなってきそう。もう少し短期足を見ていくと、まあ、こういった上昇を見てもいいと思うんですね。仮にどこかでこう押しが入ったとしても、まあ、これもまずはもうブレイクしてきたんであれば押し目買い、初押しということになりますからね、押し目買いを狙っていくのがいいのかなとも思います。ということで、まあ、ポンドドルもそうでしたけども、ポンドというのがね、まあ、やっぱりこう強さとしてかなりこうしっかり流れが出てきているかと思いますから、ポンドロングというのはね、これはもう積極的にまずは僕はもう見ていこうかと思いますね。無理に、こういった流れに、逆らう必要はないかなというふうに思いますね。はい、変わりました。こちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。最近はこのドルとの逆相関がかなりこうしっかり出ている通貨になりますんでね、昨日はドル強かったですから、まあ、5ドルに売りが入ってしまったというのは、これはある程度こう仕方がない部分あるかなと思うんですけども、ただ一方でじゃあ売りが入ったんなら反転してしまうのかどうかですね、チャートの方を見ていくとまあかなり強いわけで、まあ、いつ反転してもおかしくないチャートにはなっているかと思います。ただ反転を見ていくにはまだこれ全然崩れてなくないですかね、まだこう高値圏のレンジの中の動きに過ぎないかなと。まあ、確かに昨日はドルが強かったですね。まあ、それに合わせて5ドルも弱かったといった流れにはなってるかと思いますけども、ただまあそれでもこうチャートの方を見ていくと、まだ調整の動きに過ぎないかなというふうにも思います。となってくると、目線としてやっぱりこの上昇トレンドにまずは乗りたいなと思いますしね、ここで足場を組んでくるんであれば、まあ、いずれこの辺りはサポートは見えてくるんじゃないかなとも思いますし、下から買っていくには、まあ、そろそろこういい頃合いかなと。まあ、目線自体はもう全然変わらず見ていきたいところですかね。ですからまあドル売りであったりとか、5ドルの強さ、これはもうしばらくこの前から出ているトレンドになりますからね、5ドルの強さなんかを見ていくのは全然ありだと思いますね。昨日はちょっとこうチャート的には弱かったですけどもね、全然チャートが崩れているように僕は見えません。まだまだ買い場を探っていくということになっておきそうです。はい、変わりました。こちらが5ドル円。1時間足に冷え性を重ねています。昨日はドルに引っ張られて、こう、5ドルは売りが出てしまったんですよね。ただ、冷え足を見ていくと陽線なんですよね。ということは、まあ、それだけ円が弱かったということです。しかも5ドルはもうずっと強かったですからね、先行してまあだいぶ上げてたんですね。前回の高値、こういったところももうすでに完全に抜けています。しっかり上昇トレンド中だったわけで、昨日も陽線ですからね、まだまだまあ高値更新を意識したい。まあ、黒線の中では昨日は一番パフォーマンスは悪かったですけども、それでもまあトレンドはしっかり出てるということをですね。売りを見ていくには、まだまだ流れが、強すぎるかなと思います。買っていくか、まあ、もしくはまあ高値警戒感を持ってもね、これは仕方がないかなというふうに思いますので、まあ様子を見ていくかということになってくるかと思いますね。はい、ということで、今回の注目通貨、やっぱりポンドに注目したいですね。ポンド本当にこういい流れが出ているかなというふうに思います。まずはポンド円ですけども、直近の高値抜けてきています。まあ、円も弱いですからね、ポンドが強いとなってくると強弱の差がしっかり出るということになります。高値もしっかり抜けてきたという事実もありますから、まあ、次に意識されるのは、まあ、前回つけたヒゲ先だったりしますかね。まあ、その前に200円というのもありますからね、こういうところもまあ心理的な抵抗にはなってくるかなと思いますから、まずはこのあたりを目指した上昇ということになってくるかなと思います。もう積極的にこれもロング狙っていきたいですね。はい、そしてドル相ですけども、こちらもやっぱりポンドに注目したいですかね。というのもやっぱりドル、このあたりがこう上値重さは僕はまだ見てますんでね、ドル安を見ていくんであれば、やっぱりポンド高が、効いてくるかなと。昨日は強かったですけどね、ただまだ調整の動きに過ぎないかなというところで、強いポンドに対して弱いドル、これが明確に流れが出てくると、このあたりからもしっかり高値、ブレイクしてくるんじゃないかなと。ブレイクしてくればこれ高値更新ですからね、まあ、多少走ったりとかそういった動きにもつながってきて、まあ、大きな値幅を取るチャンスということにもなってくるかもですからね、今日はこのポンドの強さというところを注目して見ていこうかと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。